本日はこのような盛大な入学式を催していただき誠にありがとうございます。この場にお集まりのご来賓の皆様、学校関係の皆様、そして新入生の皆さんは、映画やゲーム、本、音楽などそういった作品を通して心揺さぶられた場面があると思います。私も小さい頃テレビゲームスーパーマリオブラザーズで遊んだ時、おとぎ話の世界を自由に走り回れることができる、そういった体験に衝撃を受け感動したことを覚えています。そんな私が大学4年生になり就職活動するにあたり、やはりゲームが好きだったりということもあり、いくつかのゲーム会社にエントリーしました。しかしゲームの遊び方を知っていてもゲームの作り方を全く知らなかった私は、なかなかうまく就職活動が進みませんでした。そんな中、半年が経ち、いよいよ焦り始めた頃、これはもうダメだと思い、ゲーム作りの夢を諦め、次に好きだったものづくりができる会社を探し始めました。そして大学では機械工学を専攻していたということもあり、産業機械メーカーに就職することができました。産業機械メーカーでは花形職の開発職に就くことができました。開発職では新製品を作り出し世に送り出すという非常にやりがいのある内容でした。しかしどんなに仕事を頑張ろうとも、私自身心が満たされるような充実感を味わうことができませんでした。そんな中、大学卒業後に本学に入学した友人に誘われ、夏季共同ゲーム制作を見学しました。そして在校生一人一人の真剣な目、好きなことに打ち込む情熱をひしひしと感じ、本学院生の夢を叶えようとする情熱に心が揺さぶられました。そして私ももう一度ゲーム作りを目指そうと思いました。しかし今の職を辞めて本当に大丈夫か、この情熱は一時的なものではないかと思い、1年後もこの思いを持ち続けることができれば、その時は今一度ゲーム作りを目指そうと思いました。そして1年後、再び本学院を訪れた時、仲間とゲーム作りをする自分をイメージして、1年前の心揺さぶられる情熱を感じ、この情熱は本物であると確信することができました。翌月には会社を辞め、本学院の入学を決定しておりました。時間がかかってしまいましたが、自分自身の本当の夢について今日から歩き始めることができました。ここに集まった私たち新入生は、一人一人が自分自身の夢を持ち、その夢を信じ、そして夢を必ず叶えるという情熱を持っていると思います。私たちは夢を叶えるためにあらゆる努力を惜しまず、どんな困難も克服し、絶対に夢を実現させることをここに誓います。アミューズメントメディア総合学院の先生方及び関係者の皆様、どうぞお力添えをよろしくお願いいたします。最後になりますが、新入生の皆さん、これからの2年間は楽しいことばかりでなく苦しいこともたくさんあると思います。ですが周りには夢を叶えるという共通の目標を持った仲間たちがたくさんいます。この2年間を乗り切って5年後、10年後、できれば15年後も一緒に仕事ができるように、お互いに刺激し合い切磋琢磨して頑張りましょう。以上、平成25年ゲーム企画ディレクター学科松岡洋介、ありがとうございました。